はい、速稼塾の久保ですというふうなねフレーズで始まる私の動画なんですけども、私動画の本数だけこれ言ってますよね。速稼塾の久保ですって言わずに始まる動画って多分ほとんどないんじゃないかなと思います。吉田さんが言われる通り、私ね挨拶の中にこのフレーズを一瞬で入れようかと思ってね、自分の肩書きですよね、自分の名前久保哲郎ですけども、久保哲郎という名前を使わずに自分を示すとしたら何があるかなっていうふうに考えた時に、一番最初にね、まあ広島の久保ですと、葛飾柴又の虎ですっていうふうなね、まあ生まれたところ住んでるところ自分の出身地を言うことはまあ誰でもできるなと思ったんですよ。まあそうすることによって少なくとも、あ広島の人なんだ、どこどこの人なんだってわかるじゃないですか。ですんで名前だけだとね、どこの誰なのかわからないけども、まあ地名を入れることによってどこの誰だかわかるという形ですよね。でおまけにね、広島っていうのは実は日本でね、東京の次ぐらいに知名度がある町なんじゃないかなと思うんですよ。広島というね、あまり名誉のある名前ではないんですけども、広島の久保といったら世界中の人が日本の人だなっていうのが分かるんじゃないかなと思ってました。それでですね、私がインターネットの塾を始めるときにこの塾名っていうのはすごくね、悩んだと言いますか、どういうふうにつけようかなというふうに思ったんですよ。結果1秒で決まりました。それはですね、私がまだ速稼塾というもの、インターネットっていうものを、全然使ってない時に自分でずっとね腹の中にあった言葉があるんですよ。それはですね、早く稼ぐ力、速稼力ってやつなんですよ。こういう言葉ってのは世の中になかったんですけども、早く稼ぐ力欲しいなと思ってたんですよ。速稼力っていうふうにね、そういうふうなイメージを持ちながらビジネスをしていた時にですね、40歳になってインターネットが私の手に入ってきて、でそのコンテンツの中にはとにかくパクれと言われてました。とにかくパクって、自分で稼いだらその稼いだことを商品にするんだっていうような形でね、自分の塾をやりなさいっていうのがねあったと思うんですよ。まあそれで私ね、塾アフィリエイトで1万円か2万円稼いだ瞬間にこのタイミングだと思って、2万円ですかね、2万6000円最初のクレジットカードの塾アフィリエイトで稼いだ時に、この時だ、塾を始めよう、塾の名前は速稼塾だと、ついにこのフレーズを使う時が来た、速稼塾開始っていう形でね、それからというもの私は速稼塾の久保ですというふうにお話しするようになったんですね。今となってはそのインターネットでビジネスをしようとする人のほとんどがと言ってもね、裏付けは取ってないんですけども、速稼塾ってのはどういう意味かって分かってると思いますし、速稼塾ってのがあるっていうのは、結構広く知られてることになってると思うんですよ。で速早く稼ぐ力ね、この速稼塾、まあ名前からしてなんかやってくれそうじゃないですか。このね、たった3文字で何をしている塾なのかってことを明確に表して、しかもね端的に表しているものってのはなかなかないと思います。で実際速稼塾ってのは3年で1億というようにね、通常では考えられない速度で、大借金人生からこう逆転してですね、一戸建ても一発で買う、ないと2000もドンと買う、その上でなんか毎日隠居暮らしをしてるというね、分かりやすいんじゃないかなと思いましたね。で速稼塾の久保っていうものがあって、その速稼塾の運営の中で、非常にね高い月収っていうのを上げられる方もいらっしゃったりとかね、それからこれはね、継続して稼ぐことは本当難しいんですよ。継続して稼ぐことは、私ね瞬間的に稼がすことっていうのは本当にね、稼いだ方っていうのは速稼塾の方結構いらっしゃるんですよ。瞬間的に稼いだ方ね、この時期は良かったってね多くの方が思ってるんですよ。ただね、リスクヘッジをしないばっかりに、せっかく稼いだ金塊が消えてしまうってことも、これはビジネスの世界ではね、投資の世界ではよくあるんですよ。だからこそ私は思いました。お金というものにあまりにもねフォーカスすぎて、お金を積んでれば安心っていうのはちょっと危険だということなんですよ。お金が全くなくてもビジネスを鍛えていれば、そして人脈をちゃんと鍛えていればですね、必ず復活する時があるし、人との関わりを大切にしていたらね、そしたら必ず聞いてくれる人がいる、協力できる人が現れるというふうに思ってるんですよ。ですんで毎日のように動画を量産して、そして自分よりも再生数が少ないとかチャンネル登録が少ないとか関係なく、自分が魅力を感じた人には損得抜きで付き合っていく、そして自分のチャンネル登録が増えてきた時には、この増えたチャンネル登録を生かして誰かのチャンネルをね増やしてあげれないかなっていうふうな、貢献心と言いますかね、貢献心って言ったらカッコつきすぎなんですけども、自分のメディアが大きくなったことによって誰かがね、私のメディアで発信してほしいというふうになってると思うんで、そういう方をね、お手伝いできればなというふうな形で、よくね私の動画の中に取り上げるわけなんですよ。特に再生数100前後の方を取り上げるのって好きですね。
そういった再生数が100前後の方が2000とか3000みたいなね、そんな再生数を叩き出したりとか、チャンネル登録が一気に10倍とか20倍にね、1年も経たないうちに増えたりとかするのは私のね、本当の喜びです。私は一人一人自分でメールマガジンの登録者も、そしてチャンネル登録者も増やしてきました。たくさんの行動量で、その中から1万という数を叩き出してきたわけなんですけども、ただね、多くの方はこの行動量ができません。ということは、今、そのチャンネル登録が多い私が、一人でも二人でもね、そういったなかなか行動できない人のチャンネルとか再生数を、まあ、プラスすることによってね、ご協力できる部分をさせていただくことによって、その方がちょっとでも可能性を感じて、ちょっとでも這い上がれるきっかけを持っていただければなっていうふうに思ってるんですよ。まあ私が紹介するのは速稼塾の塾生さん中心になりますけども、塾生じゃない方もね紹介するっていうことをやってます。まあおかげでね、そういうことされたら速稼塾に入る可能性は非常に高いというね、そういうふうな目論見もあるんですけども、まあ速稼塾ってものに入ればやっぱりね、塾生同士で協力するっていうその空間ができますから、やっぱりね入らないより入った方がいいですし、まあそういう意味も込めてお金がない人でも入れるように価格設定とかね、分割 OK とかにしてますんで、本当に私はね、自分が稼ぎたいって気持ちももちろんありますけども、でもね、塾生さんが稼ぐんだったら私にはフィーなんてゼロでも構わないと思ってるんですよ。まあよくね、塾生さんが稼いだら半々みたいなのあると思いますけども、7さんとかね、私の場合は塾生さん10、私0でも全然構わないと思います。まあ、それでもいいんですよ。塾生さんが私に感謝する気持ちがあれば、その中から勝手に振り込んでくれるんですよ。契約でも何でもなくても。あとはね、振り込んでくれなくても別の形でね、恩返ししたいと思わせるぐらいに私は速稼塾で活動していこうと思います。で、まあ前回もねお話ししましたけども、私はね、自分が作った動画は自分の子供のような大切さを持ってて、その動画から私自身が学べる親のような存在でもあるんですよね。で、速稼塾に関わった全ての動画コンテンツ商品、全てに愛情があって、全てにね興味があるんで、ずっと全部はケアしたいんですけどね。ただ時間的に難しいところもあったり、新しいものにもねやっぱり目を向けていきたいってところもあるんで、なかなかね読み返すこと見返すことってのは全部はできないんですけども、一部はねやっぱしますね。5年前の動画を振り返ってみたりとか、同じテーマで語った時前回はどうだったかなっていうふうに考えてみたりとか、たまにね私の自身の動画がなんかアルゴリズムで上がってきたりするんで、それを見たりとかね、本当に自分自身の行いから恥じることとか学ぶこととかね多いなと思いますし、私の動画ってのは私が作ってるようだってね、私の視聴者さんとか塾生さんが作ってると思うんですよ。私はいつも見てる方のことを意識しながら作ってますんで、まあ忖度はしないですけどね、これ見られてるなとか、こんなやばいことを言ってもいいのかな、でもまあ俺だったら言うなとかね、隠してこそ俺らしくないっていう感じですよね。まあだからこのまま行くと思いますけども、まあこうやってね、中でも吉谷さんはね、割と私のことを分解してくれてて、本当にね、なんかこっぱずかしいようなね、ありがたいような気がします。まあでもね、私がねこの動画のオープニングで自己紹介をするっていうのは塾生さんにも課してます。何にも言うことがない、肩書きもない、塾もない、商品もない場合は地名を言えって言ってますよね。岡山にはね、西アーカラソンの山根ですっていうふうなスタートの方もいらっしゃったりとか、最近でしたらね、六畳一間の松潤ですって方いらっしゃったり、ミュージシャンの方いらっしゃったりとかね、どうもこっち花龍馬ですとか言ってね、名前がブランドになる方もいると思いますしね、まあ底辺長者合宿の綾沢ちゃんみたいなのもいたりとかね、まあ本当に肩書きってすごく、まあ私にとっては自分の名前と同じぐらい自分の看板、店の名前、コンテンツの名前、塾の名前大事だなと思ってるんですね。まあ吉谷さんは吉谷さんのスタイルでねうまくいってるんで素晴らしいと思います。だから結局ね、吉谷さんどういうことかっていうと、どんな方法でもやり続ければ道は開けると、これが結論じゃないですかね。自分らしい方法、そうですね、どんな方法でもそれはね、始めてすぐにやめるから失敗例になっちゃいますけども、まあずっとやり続ければ当たるんじゃないかなと思うんですよ。それが全てじゃないですかね。100回200回のトライでダメだったことが分かるわけないと思うんですよ。1000回2000回でも分からないかもしれませんけども、せめて1000回2000回の壁は突破してもいいんじゃないかな、目指してもいいんじゃないかな、それがまあ継続のけの字じゃないかなと思ってますけどね。それでは今回は以上です。